セッションを終了させていただきたいと思いますが、実はですね、先ほどお話ししましたように今日前園さんのお誕生日ですので、アンジェリカさんからお祝いの花束をプレゼントさせていただきます。お願いします。お誕生日おめでとうございます。42歳のお誕生日おめでとうございます。いかがですか？いやちょっとびっくりしました。やっぱりこういう綺麗なね、アンジェリカさんみたいな方に、特にこういう気持ちのこもった、勝手にそう思ってるんですけどもいただくと非常に嬉しいですし、やっぱり、まあ、はがきもそうだと思うんですけども、まあ、何かこう気持ちを込めて相手に送るってことがなんか大事なのかなっていうふうに、まあ、何でもそうですけど思いますし、改めて今年僕自身も原点に戻って新たな気持ちでハガキを皆さんにお配りしたいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、42歳のお誕生日、前園さんに今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。ちょっとこちらの方から質問させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。お二人にお伺いしますので、お年玉付き、年間ハガキ、販売会議セレモニーに、参加されていかがだったでしょうか。まずお願いします。いや、僕でいいんですかねっていう感じで緊張してましたけれども、まあ、先ほど花束いただきましたけれども、まあ、この誕生日に、まあ、こういう素晴らしいイベントを呼んでいただいて本当に嬉しく思います。はい、記念日になりました。はい、すごく嬉しいです。やっぱりちゃんと年賀状を送らなきゃなとも思ったし、うん、なんかたくさん欲しいなって思うようになりました。はい、前園さん、はい、市原さんのですね、着物姿ご覧になっていただきました。いや、もうだからもう綺麗ですよね。もう何度も、まあ、番組とかでお会いしたことあるんですけども、いつもどちらかというと、まあ、もうスタイルいいですし、モデルさんですからこう足を出して、ね、スラッとしてるイメージが、はいはいはい、やっぱ印象があるじゃないですか。またこう着物ギャップ、いや、これがやっぱりギャップですね。先ほどギャップって言われたので、やっぱここからギャップをテーマにちょっといろいろやっていきたいなと思っています。はい、すごく綺麗で、はい、嬉しい。イベント終始笑顔です。いや、だってこんなね、綺麗な方と一緒に並べますし、それはもう、もう笑顔でしたもん。自然とやっぱり、抑えきれなかったんでしょうね。はい、寡黙なイメージがあったので、はい、すごいもう朝から全開に笑顔になったなと。なるほど、寡黙は2年前に捨てたんで、もう素の自分で僕は言ってるので、はい、すいません。前園さんの方からそういったお話出てるんですが、はい、どうですか、いや、嬉しいです。すごく自分もこうやって振袖を着ることはなかなかないので、はい、この機会にこうやって着せていただいて、すごくなんか気持ちもシャンとする、そうですね、シャン凛とする、うん、凛とするみたいな、背筋が伸びるような、はい、そうそう、それが言いたかったです、ね、はい、そういう感じです。前園さん、そのモンツケ袴の姿はかっこいい。私、袴姿の男性好きなんですよ。だからさっきも裏でお会いした時にすぐに言いました。めちゃくちゃ似合ってますね。かっこいいです。うん、いいかもしれない。いやいや、嬉しいじゃないですか、やっぱ褒められると。はい、いいですね、やっぱり、ね、来てよかったです。はい、まあ、書くのも楽しい、まあ、来るのも嬉しい、まあ、年賀はがきですが、お二人にとって思い出の年賀はがきというのがありましたら教えてください。嬉しかったな、この年賀はがき嬉しかったなっていう。でも、はい、何もらっても嬉しいですけど、やっぱりなんかうち福井なんですけど、田舎がその福井にいる親戚の子供からなんか本当に何って書いてあるかわからないけど、多分頑張って書いたんだろうなみたいな年賀はがきもらうと、すごくなんかこうあったかい気持ちになるというか、やっぱ嬉しいですね、すごく。はい、僕も田舎鹿児島で離れているので、それまあ家族だったりとか、あとやっぱり小学生からずっと友達である同級生とかこう離れてて、いつもこう電話とか連絡を取り合ってるんですけど、やっぱりそういう改めてはがきとかでこの年に一度言葉が添えてあったりとか、そういうのをもらえるとまたちょっと本当に
新たなこう気持ちになったりとか嬉しさがやっぱり違いますね、はい、こうサッカー その先輩とかから来たかはい、いただきます。もちろん、それこそラモスさんとか、カズさんとかも、もらいますし、武田さんは一度もないですけど、武田はないですけどメールで一言ですけど、でもやっぱりこう気持ちこもったハガキっていうのはどの方からもらってもやっぱり嬉しいなと思います。はい、カズさんからの年賀はってどんなハガキなんですか？いやもう一言、今年もよろしくと、カズさんの場合は何ですか、自分のことっていうよりも今年もありがとうとかお世話になりましたみたいな常にこう年下の方でも目線を下げてこう敬語でこう接してくれたりとか言葉を書いてくれるので、そのあたりは先輩ですけども非常に見習うところが、はい、あります。最後、前田さんの今年の一文字は感謝ですね。はい、そうですね、一文字じゃなかったんですけれどもはい、どうかなと思ってそうなっちゃいました。はい、すみません。毎年、お二人は年賀はがきっていうのは何枚くらい買って何枚くらい来たりするものですか？どうなんですか？何枚ぐらいだろう、でもやっぱりお仕事 の方、ヘアメイクさんだったりスタイリストさんだったりっていう人たちからもらうんで結構あるんじゃないかな、うん、でも少ないかも。どんぐらい？30枚ぐらいとかですかね。来てると思います。はい、書かれるのまでね、30枚。そうですね、はい。前野さんは仕事でお世話になった方とかは名刺いただいて、事務所で管理してでそこから送るんですけど、本当にこう関係性の深い方には先ほど言ったようにちょっと僕が一言添えてまた今年もよろしくお願いしますと、そういうのは書いてます。はい、今年、年賀はがきということで、1年ちょっと振り返りたいと思うんですが、今年ご自身にまつわるビッグニュースを一つ挙げるとしたら、お仕事でもプライベートでも構いませんが、ビッグニュースを一つ挙げるとしたら何でしょう？なんかあるんですか、アンジェリカさん。ないんだけど、何も。ビッグニュース？ビッグニュース？あります？そう思うとすごく平凡な日々を過ごしてたな。ないな。平凡がね、一番ですから、ないの？ないな。みなちゃんが思いついたなって。いや、違うなと思って、ちょっと待ってね。違うな。何だろう、ビッグニュース。マイナさんあります？いや、その別に大きいことじゃないですけれども、僕の場合はその本当に今こう一つ一つ、今日もそうですけども、こういうゲストで呼んでいただいたりとか、日々の仕事とか今年は本当にこうバラエティとかもいっぱい出させていただいたりとか、そういう一つ一つの積み重ねが、大きいニュースになっているかなというふうには思っています。はい、先ほどその感謝という言葉を書かれましたが、今年を表現するようにして、一番どなたに感謝をしたいですか？一番どなた感謝という感じを、一番ってこの人ってことはないですけど、本当に周りで支えている方、皆さんです。はい、はい、一人は決められないですけど、はい。ビッグニュースがないですね。全然ありますか？ないですか？ないですね。平凡な日々を過ごしてました。本当に、なんかでもすごく本当にプライベートも仕事もものすごい充実していた1年だったので、すごく仕事も楽しめたし、なんか遊びも楽しめたし、ですね。そうしましたらですね、最後にこちらの真ん中のカメラに向かってですね、販売開始された2016年用の、お年玉月年賀はがきリアルメッセージの方をお願いしたいと思います。はい、販売開始されました。あ、はい、年賀はがきですね、リアルメッセージの方をなるほど、いきなり来ましたね。はい、2016年、年賀はがき販売されました。
僕自身も、たくさんの周りの人に感謝の気持ちを込めて、年賀状を書きたいと思いますので、皆さんもぜひ心を込めて、年賀状を書いてください。